ジャスティン・タッカーは、テキサス州ヒューストン出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のボルチモア・レイブンズに所属している。ポジションは、プレースキッカー。テキサス大学では2011年、ビッグ12カンファレンスのセカンドチームに選ばれた。2012年の NFL ドラフトで指名されなかったが、5月29日に、ドラフト外フリーエージェントで、 ボルチモア・レイブンズに指名されて入団し、前年までのレギュラー、ビリー・カンディフとレギュラーの座を争った。プレシーズンゲームで正確なキックを見せた、彼はポジション争いに勝ち、8月26日、カンディフは解雇された。2012年第1週、第2週合わせて3本の50ヤード以上の FG を含む6本すべてを成功。 第2週のフィラデルフィア・イーグルス戦では、チーム大記録となる56ヤードの FG を成功させた。第3週のニューイングランド・ペイトリオッツ戦では、27ヤードの決勝 FG を成功させてチームは勝利した。なお、ポールの真上、わずかに外側を通過したようにも見える、このキックの成功という判定に対して、ビルベリチック・ペイトリオッツヘッドコーチは、 大体審判につかみかかった。第5週のカンザスシティチーフス戦では3本の FG を成功、9から6での勝利に貢献した。2013年、第10週のシンシナティベンガルズ戦では、オーバータイムに46ヤードのサヨナラ FG を決めて、初の週間 MVP に選ばれた。第12週のニューヨークジェッツ戦では、4本の FG を成功させ、AFC の週間 MVP。 スペシャルチーム部門に選ばれた。さらに11月中、50ヤード以上の FG3 本を含む全9本の FG を成功させ、レイブンズの77得点中33得点を上げる活躍を見せた彼は11月の月間 MVP、スペシャルチーム部門にも選ばれた。第15週、デトロイトライオンズとのマンデーナイトフットボールで、 残り38秒での61ヤードの逆転 FG を成功させた。この試合で彼は6本の FG を成功させ、レイブンズの全18得点を叩き出した。この年、プロボールに選出された。ありがとうございます。